グアンチャーレは日本の競争馬。主なカチクラは2015年の新山記念。場名の意味は豚の頬肉の塩漬け。2012年2月27日、北海道ニーカップ町の中央牧場で誕生。チチスクリーンヒーローにとっては2世代目の産区となる。2013年の北海道サマーセールに上場され、一旦は買い手がつかず手取りとなる。ところが、 牧場名義でのデビューについての相談中に、最上場の依頼がかかり、210万円で落札された。立党、北で成人級者に入級。2014年7月にデビューし、翌月に初勝利を挙げる。同年の東京スポーツ杯二歳ステークスでは、直線で終始前が壁になり7着に敗れたが、年明けの新山記念で、その雪辱を果たし、重賞初制覇を果たす。 弥生賞4着後、さつき賞への出走を予定していたが、右前足の座席のためレース3日前に出走を回避。戦線復帰後は、NHK マイルカップ12着、東京優秀8着という成績だった。2015年ポートアイランドエスパドック3歳秋以降は、勝利から遠ざかり、4歳となった2016年夏には、準オープンに高級。 同年11月の長岡京ステークスで、新山記念以来となる3勝目を挙げ、オープンに復帰した。オープンでは2、3着が多く、なかなか勝利に恵まれずにいたが、2018年11月のキャピタルステークスを6番人気で制し、新山記念以来3年10ヶ月ぶりのオープンクラスでの勝利を手にした。2019年はリステクト競争の落葉ステークスで、 通算5勝目を挙げる。次戦のマイラーズカップでは、緩やかなペースで逃げ、ダノンプレミアムにはかわされたもののパクスアメリカーナや、インディチャンプラを抑えて2着に粘り込んだ。東京優秀以来約4年ぶりの G1 出走となった第69回安田記念では2番鉄1走から、直線で行ったのは先頭に並びかける見せ場を作り、四着と、検討した。秋に入ってからは制裁を書き、 12月の阪神カップ10着を最後に現役を引退した。引退後はイーストスタッドで種ボバ入りする。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。